どうも、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、伸びーってしますね。ねえ、お手ってが伸びーってしてますね。<laughs> ねえ、今日は、ああ、みけさん、んじゃさんと一緒にいます。はい。えー、皆さんどうも、こんにちは。おはようございます。はい。えー、なんていうかね、毎日ね、まあ、あのー、朝、あのー、ちょっとね、<laughs> ご飯を食べながら、ああ、まあ、ニュースを見るんですけど、 まあ、呆れたものばっかりですね。はい。ええー、なんていうのかな。あいわゆる千の陶器ですね。はい。千の陶器を輸出しておきながら、平和国家だとか言ってるんですけどね、えー。どこが平和なんでしょうか。はい、えー。平和なのは国民の頭の中だけでしょうね。<laughs> ああ、もうね、もうほんと突っ込みたくなるようなね、えー、言葉が満載で、しかもね、 えー、あの、例の、大阪の、あのー、えー、現金口移し事件ありますよね。現金口移し,移し事件。はい。えー、露出の多いダンサーさんをね、懇親会に呼んで、現金を口移しで、えー、やりましたってね。なんか、膝の上に乗ってる写真が見えたんですけど、体に触っていませんと報告を受けてますとか <laughs>、バカなことを言ってます。あのー、あの、膝の上に座って、 写真が流出してるんですけどねどういうことなんでしょうか膝は体なん、体ではないんでしょうかねまあ本当あの、とんでもないね、事例がいっぱい出てきております。そういう感じで、ダーキシさんのね、えー、この字のミンミンさんに。本当にね、えー、もうね、えー、降りてもらいたいですね。 ここら辺で。えー、でもって、まあこれ昨日言わなかったんですけど、まあ、3万人ほど自民党員が減ったということで、はい、えー、3万人減りました。はい。 まあ自民党費の党員の党費ですね。これ、まあ鈴本さんがざっと計算したらだいたい7億ぐらいになると。<laughs> まあ7億の損失ということでしょうね。で、またね自民党員増やすぞーってやってるんですけど、多分減る一方でしょうね、こんなんじゃ。はい。えー、へへえー、でもね、たった3万人かって思いました。数百万いるんだ。まあい100万人ぐらいいるんですよね、確かね。 えー、半分ぐらいね、党、え、員、ー、やめてほしいと思うんですけどね、えー、こう、100万ぐらいの人はね、えー、懲りずに党員やってるみたいですね。はい。えー、まあ、すごいなと思いますよ。本当に、世の中。はい。も、え、のー、を考えないやからばっかですね。はい。えー、そういうことです。はい。えー、まあ、本当もう、 自分の耳や目を疑うことがね、日々連続し,し,してこうやって紛失してくるんでね。いやー、大変です、本当に。はい。えー、まあ、それはちょっとまあ、置いといて、置いといてですね。えー、賃上げ、まあ、中小でもね、賃上げできるようにね、えー、頑張るぞーって言ってるんですけど、中小が賃上げする。はい。 えー、じゃあ,あどうするかっていうとますますね物価が高くなるのをこれ悪循環になりますね。はいえー、中小を賃上げしなないとダメなんですよでもその賃上げっていうのがまあ、あのー、大企業がね、えー、コストを抑えるんじゃなくて大企業が中小にもっとね、えー、まあ何て言うのかなそういったコストの分高くなったコストの分お金を払わなきゃいけないんですけど。 それをねどうすするかなんですよはい今まで、えー、ずっと内部内部でね貯めてきたお金を放出するのかそれとも価格転嫁するのかっていう2社しかないんですねほぼほぼ。で、えー、まあ大企業はねもう利益優先なんで絶対に内部に貯めてきたお金を放出するっていうことはあまりないと思うんですよ。なんでで価格転嫁されるでしょうね いろんな製品がもっと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 高くなるんですよ。はい。わかりますでしょうか絶対追いつかないですよ。これ、いたちごっこになります。はい。いたちごっこになります。お分かりですよね。もう、なんていうのかな。本当にね、ここをこういうふうになる前に、 緩やかなカーブの物価高になるようになっていけ、なっていくようなね、そういった、まあ、政策だったらよかったんですけど、それをしなかったんで、はい、日本がね。まあ、ここら辺経済に詳しい人はわかると思うんですけど、それをやってこなかったんですよ。おー。なんでね、今頃ツケが回ってきちゃってるんですね。 えー、まあ、これ、失策です。はい。え、あの、字の民産の失策でございます。はい。えー、まあ、そういうことですね。もう、こう、これからね、多分ね、良くなることは、まあ、ないでしょう。はい。えー、今のままではね。はい。わかりますよ、ってることね。今のままの政権では、はまあ、絶対良くなりませんね。えー、いたちごっこになるの、目に見えてます。 えー、素人の私がね、えー、私経済の専門家でも何でもないんで、えー、素人の私がちょっと考えてもわかるんで、まあ、なんていうのかな、これがわかんないアウト政府はよっぽどなんだろうなと思いますよ。はい。よっぽどこ、まあ、まあね、国民をバカにしているか。はい。まあ、そういう感じでしょうね。本当に。えー まあこういう,こう,いう、ね、アウトセーフを選ばないのがまあ一番ですわな。まあ、とんでもないです、本当に、はいえーこうだ。私のような素人が考えても絶対これいたちごっこで終わるよねってわかるんで、はい。でもってね、例のね、えーまあ、いろんなものがね今、物流が滞っ,て滞っててね、いろんなコストがめちゃくちゃかか,りか,かってるんですよ。 分かりますよね何を言いたいたかまあそういうことなんでこれがねいつどういうふうにこう展開するかっていうのは、えー、まあ予想は多少つくはずなんですよねアウト政府の方も。まあこれ本当にサクッと情なんじゃないかなって私は思っております。 えー、お察しくださいね。はい。お察しください。そういうことです。えー、なんで、まあ、備蓄は用意しときましょう。本当に。<laughs> はい。えー、まあ、簡単に言っちゃうとね、備蓄用意しときましょう。いろんなもの、本当に値段上がってきますよ。これからどん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 。はい。えー、まあ、ミロがいい例ですね、ミロが。はい。 うわあ、まあね、えー、庶民の生活はこうやってどんどんと苦しくなっていきますよということで、ますます消費は鈍るでしょうね。はい。まあね、えー、そういうことです。はい、えー。まあ大企業といえどもね、あのー、変な話なんですけど、えー、後々は大企業にもこれ回ってきますから、はい。消費が鈍れば、 はい。えー、でね、えー、下請けの方もね、もう嫌になって、えー、作らなくなってしまうから、まあ大変なことになると思いますよ、本当に。はい。で、えー、何かね、輸入とか輸出とかね、そういった通路に何,何か変化が起きればね、もう一発でやられますからね、日本ね、えー。そういうことでございます。まあ、すごいなと思いました。はい。 えー、皆さんね、えー、頑張りましょう。はい。我々は備蓄で対処する以外は、残された道は多分ないと思います。えー、でもってね、まあこれもね、まあ話題っちゃ話題なんでしょうけど、えー、子供がね、今すっごい増えてるみたいです。平均で30万だそうです。何がかというと、ゲームでね、はい。スマホとかタブレットのゲームで、 え、課金してしまって、それが親のクレジットカードに請求されていて、えー、まあ少ない子で5万ぐらい。で、多い子になると数百万あるそうです。で、平均して30万だそうです。まあ、すごい世の中ですよね。えー、変な話なんですけど、子供にこういうの持たさなきゃいいんですよ。はい。えー、 ね、親のタブレットとか、親のね、そういった、何て言うのかな、うん、まあ,あ、クレジットカードのね、えー、情報が入ってるようなものを絶対使わせないことですよ。私、ゲームっていうのもね、あれ生産性がないんで、 まあ好きになれないんですけど生産性全くないですよねあれやったからって言って何かプラスになることありますでしょうか何かね何にもないですよね生産性ないですよねただ反射神経がねちょっと良くなるぐらいで他に何も生産性ありませんはいえだったらね何かスポーツをするとか楽器をね習うとかね えあると思うんですよ生産性があることをここら辺で、えー、変なことを言うようですけどいわゆるね、えー、日本で、えー、天才って呼ばれていることね、えー、普通の何て言ったらいいんでしょうかね普通のね凡、えー、の人の子っていうふうに呼ばれちゃうことをこの辺で差がついちゃうんですよ。 そういういことなんですあれ何も生産性ありませんからねゲームなんて。はいえー、なんで、えー、そういったゲームをやる時間があったら何かねクリエイティブなこと絵を描いたりとか、まあ、楽器を弾いたりとかね、えーまあ、スポーツですねいいと思いますよスポーツもやってねく体を動かしたりとかそういうことをする方がよっぽどためになると思います。はい まあ私のねこれ個人的な意見なんですけど変な話なんですけどゲームとかそういったものにねこもりをさせているっていうことがまず間違いですねはいそういうことだと思います まあ楽器もね、あの変な話なんですけど、初期費用がかかるんですけど、まあ初期費用だけのものもありますんでね、まあ鍵盤とかはね、えまああれですよ、エレクトーンはダメですよ、あれ、あのー、レベルが上がれば上がるほど高いものを買うようなシステムになってるんで、あと、まあバイオリンなんかはね、あのー、体に合わせて大きいの買っていかないといけないんで、まあそこそこね、あのー、 費用はかかるんですよ、ね、まあ,あまあいいのはまあほにあのいいのはピアノとかなんじゃないんでしょうかね。初期費用を出せばあとはね。えそんなにかかりません。はいお金はね、えー。楽譜が読めれば習わなくてもとりあえずは弾けるんですよ。はい。 えー、まあ、練習してねうまくなるようにあのじ自分で弾いて、えー、うまくなって、えー、プロになってしまった人もいますから <laughs> はい中にはねなんで、えー、そういうことあとねあの絵ですね絵もあ,のあんまり費用かかりませんので、えー、まあ画材をね画材を、まあ、よくしようと思ったらまあ、すっごいか,かかりますけど まあ、画材にね、こだわらない。まあ、子供なんだから、まあ、画材にね、そんなにこだわっても仕方がないと思うんで、まあ、あね、えー、スケッチブックとね、まあ、クロッキーとか、まあ、鉛筆ですね、ちょっと濃いめのね、えー、12B とかね、その辺のものですから、えー、まあ、あ頑張ってね、あと、色鉛筆とかね、まあ、クレヨンとか、いろいろあると思います。えー、本当に、ね、あのお金がかからなく でクリエイティブなことができるるっていうのはあるんですよたくさんね、えー、世の中にほんとね,本当ね今のお父さんお母さんはもうゲームに子守りをさせるのをやめた方がよろしいと思います。はいえー、そうじゃないと自分の首を絞めることになっちゃいますね。はい、課金課金で、えー、数百万請求が来ちゃったとかね。はい。バカなことになりますから。 これ、まあ、親の責任ですね。はい。子供の責任じゃありません。親が悪いんです。はっきり言ってね。ええー、言っちゃいますけど。はい。そういうことです。まあ、あ天才とか言われる子たちっていますよね。あの、14歳ぐらいでね。 囲碁のね、なんかすごいトップクラスの子がいますよね。えー、今度韓国にん住んでね修行するって言ってましたけど、まあ、そういうふうに何かねクリエイティブなことまあ囲碁でも将棋でもいいと思いますけど、えー、夢中になれればね別にねそういうもの必要ないんですよ。はい。えー、まあ囲碁とかね将棋は頭を使うんでいいと思いますよ。はい。まあそういうことでございます。 もう本当にね、良、えー、くないなと思います、こういうの。まあ私が子供の頃はね、中学校になったら、やっとインベーダーゲームが出てきたかなっていう感じです。インベーダーゲームだしね。あれが中学の時にやっと出てきたかなっていうことで、まあ基本ね、えー、そういうものはありませんでした。あでもね、えー、まあいろいろ想像的な遊びができて、 手足も動かせて、感覚とかね、えー、そういったあものもね、多分養えてるんだと思いますよ。もう、本当あのー、変な話ですけど、親の皆さんは考えた方がいいです、はいえーゲームに。ゲームには何の生産性もございません。はっきり言います。はい。そういうことでございます。それでは、あまあ今日ね、最後なんかこんな締めくくりになってしまいましたけど、 はい、今日も一日よろしくお願いいたします沖縄おばばでした、えー、見てた